どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。以前出したシャンクスの動画でシャンクスの使い方をコメントで教えてもらいました。ありがとうございます。チャージ5が強いんだね。使ってみましょう。これが相手だ。それでは HP を減らしてからスタートしますね。そろそろ赤だけど今回ちょっと時間かかりすぎ。赤にするのに時間かかりすぎだわ。でまず覇気を貯める。オッケー。でここからチャージ5ね。よし、よっしゃ。とにかく常に覇気を貯めてから行動するのね。オッケー。ローも行きましょう。ジンベイまで当たってる。なるほど。ちょっと使い方はやっぱ難しいよね。ローで行きましょう。オッケー。次、この状態のままミホークまで行きたい。いけるやろ。ちょっと待って、ああ、いけなかった。でも倒せんじゃない。オーケー、ミホークはいけた。よし、韓国はえらい遠いとこにおるな。手抜けや。誰じゃ。わらわの振り子を勝手に消したのは。覇気貯めてなくてもそれなりにダメージ出るね。うん。普通のボスをワンパンできるぐらいの火力はある。元々が強いのか。なるほど。でできれば覇気を貯めていった方がいいよっていうとこね。OK。ここもなんか一発でね、行きたいところよね。よし、まず本気バーストさせてくれ。あっ、ぶね、めちゃくちゃ溜まってた。すぐに挽回してやる。どこにいる。よし、おお、いけた。おお、いけた。なぜかいけた。で、戦国も行きましょう。範囲は確かにね、めちゃくちゃ広い。範囲広い。革命軍の手で。なので、ある程度離れたところから撃っても当たりそうね。うん、ある程度離れても良さそう。OK、行け。通常は、おー、嘘、嘘。本気バーストしてないよ。あ、しなくていいの。本気バースト別にする必要ないのか。どうしたの戦国。本気バーストと覇気を貯める必要はない。ちょっと待って、まあ一応 OK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 。 いや、それぐらい強かったぞ。なんだ今の攻撃は。 OKOKOK。どこだ。とりあえず必殺技で倒しとけ。動き回る。あ、撃破したね。オッケー、さすが。で、ここだ。いけっか。おーい、おお、いける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 。これ別に覇気ためんでいいじゃん。できないよ。おう、ちょっと待って、サボたちが全然変なとこにいる。なんだあいつら。動きが悪いあいつらの。よし、当たるか。当たるよね。よしよしよし、オッケー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 。まあまあ、いい感じではあるんだけども、まあいいか。
最終決戦のところに行きましょう。でそこでサボたちを、倒せれば時間的には OK か。よし、ちょっとスタミナをなんとかできるスキルもこれ欲しいな。 OK、 間違えた。ルフィの命の恩人とはいえ、あれちょっと待って、相手じゃ本気バーストが切れてる。あ、本気バーストじゃない、覇気が。なぜ海賊は、うそ、サボ倒しきれてないじゃん、もう決して折れない。オッケー、そろそろ本気で行こう。ちょっと待って、回復アイテム取んなよ。バタースの仮面忘れんじゃないわよ。よし、オッケーオッケー、いい、これでいい。骨のあるやつがいねえのか。よっしゃ、ゲージも溜まった。いや今回はね、ほんとね、サボたちの動きが悪すぎる。なんであんな変なとこに行くかね。はい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 、どんどん出てきて。そろそろ本気で行こうか。行きます。どうだ、おお、結構減ったと思うぞ。結構減ったよね。おしよ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 し、あ、サボが多分これ本気バーストしてるわ。めんどくせえあいつ。どこだ、やるじゃねえか。おし、え倒した倒した。はい、6分57、最初の HP の減らすところと、サボたちの動きが悪かったんでちょっと遅いよね。うん、あれが良ければ多分6分前半ぐらいではいけるんではないでしょうか。まあ、使い方は分かった。とにかく、チャージ5、あれが強い。もう覇気を溜めなくても強い。うん、なんでとにかくあれで攻撃すればいいんだね。若干難しいな。はい、ということで今日はシャンクス使えるようになりました。ご視聴ありがとうございました。